なんて美しさ、普遍美貌の再帰徳長弓待望論も、内村てるよし、ナイピー、16年ぶり復活までの出勤室、円丹丸の裏側。うっちゃんなんちゃんの内村てるよし、59が MC を務めた大人げバラエティ番組、内村プロデュース、テレビ、朝日系が、一夜限りの復活を果たすことが発表され、多くのファンが沸騰している。 2008年3月の単発 SP から16年の時を経て、今週にテレビ朝日開局65周年記念祝。内村てるよし還暦祭内村プロデュース復活 SP と題し、還暦を迎える内村を祝うべく、豪華芸人たちが大集結する新作を放送することになる。2000年4月から2005年9月まで放送された内村プロデュースは、 プロデューサーとなった内村が、独自の手法とコンセプトで世の中のあらゆるものをプロデュースしていくというコンセプトの番組。サマーンズ、深川良49ラレギュラー人を中心に、今や大物となった有吉広域50バナナマン、クリームシチュー、出川哲郎60などの多くの芸人が多数出演していた。16年ぶりの新作となる復活、SP、では、 当時番組に出演していた、うち P 出た芸人はもちろん、当時は視聴者として番組を見ていた、うち P 見てた芸人も参戦するという。7月13日、番組公式サイトに突如としてカウントダウンタイマーが出現。これに気づいた一部ファンの間で、まさか復活。令和に内村プロデュースが復活してれたら泣いちゃう、などの声が SNS に上がっていた。 復活にあたって内村は復活 SP 実現に向けて尽力してくださったスタッフの皆さんに感謝します。今回、あの愉快な仲間たちに会えることはもちろん楽しみですし、この番組だと彼らの挑み方も違うので、その久しぶりな感じを味わいたいと思っています。とコメントを寄せている。かねてより復活が待望されていたナイピーの特番決定に、 ナイピー復活激熱すぎる。ナイピー限定復活で泣いてる。ナイピーが一夜限りやけど復活って熱すぎやろ。と歓喜の声がエクス旧ツイッターに殺到。また、同番組は別なポイントでも注目されている。今回の特番では、夫婦共演が実現するのかどうかも視聴者の関心事になっていますね。2000年から2003年まで、 内村さんの妻である徳永由美さん48がナイピーアシスタントを務めていましたからねワイドショー関係者 X にはナイピーの復活嬉しいけど一番気になるのはアシスタント誰になるかって初徳永由美はテレ朝退社してるし安め組か原文名ナイピー復活おめでとうぜひ徳永さんもお願いしますナイピースペシャル 奥様の徳永さん出るなら絶対見る。出ないだろうから見ない。などの意見が寄せられている。前室のワイドショー関係者が続ける。さすがに夫婦共演は難しいとは思われますが、実現すればすごいことですね。そんな内村さんと徳永さんの交際が発覚したのが2003年のこと。彼女は当時、 同期入社のディレクターと2001年7月に結婚していたため、内村さんとは不倫関係でした。このスキャンダルで、徳永さんは出演していた全番組を交板し、近親状態になってしまいましたよね。徳永は2003年9月に元をと離婚し、2005年4月にテレビ朝日を退職。同月、内村と結婚し、2009年に第一子が誕生している。 大人げ番組だったナイピーも2005年に終了してしまいましたが、やはり不倫の影響が大きかったともっぱらです。2008年3月にナイピーの単発 SP が放送されましたが、内村さんは事実上のテレ朝デキンになってしまったと一部で報じられましたね。全道2012年1月にテレビ朝日で内村 MC の特番、無茶振りカジノ。 が放送されたものの、同番組は系列局の ABC テレビ制作だった。出勤というか内村さんサイドがテレ朝出演を控えた感じだと思われますが、それが一夜限定ではあるものの、ナイピークが16年ぶりに復活すると。不倫発覚で徳永さんがテレ朝を退職し、ナイピーも終了してしまいましたが、テレ朝としては人気タレントの内村さんに出てもらいたい。 という思いがあったと言います。そのために退職してフリーアナに転身した徳永さんを報道ステーション、テレビ朝日系に復帰させたのではないか、とも言われましたね。どう徳永は2018年10月に古巣の報道ステーションに電撃復帰。現在も金曜 MC として出演している。徳永さんの元をも局内にいますから。 徳永さんを内村さんの復帰はデリケートな案件と囁かれていました。しかし、騒動から15年が経ち、会社判断で後藤前に進めたと言われましたね。優秀なアナウンサーだった徳永さんは、局上層部の覚えがめでたかった。そこでまず徳永さんをホーステに起用し、時間をかけて関係を再構築して今回のナイピー復活に至った。 と見られていますね。どう高い人気を誇ったナイピー復活。ダウンタウン松本人志60が不在の中、テレビ界での内村の存在感はますます高まっている。今回を機に、テレビ朝日での内村の番組が増える、そうした展開もあるのかもしれない。純白のノースリーブを身につけ、二の腕をあらわにした徳永の姿に涼しげで良いですね。 いつまでもお若いですね。なんて美しさだ。と絶賛コメントが寄せられた。